どうも、キャンパーです。本日は、300円の扇風機で、魚の干物を、作って、食べようと思います。ここにベースキャンプを設営します。完成。暑い。蒸し暑い。ダイソーで売っていた。これ、使ってみる。コードの長さは、約110センチです。電気は、モバイルバッテリーを使用してみます。スイッチ、オン。あれ?動かない。なんで?バッテリーは、ほぼフル充電。なんで?これが原因だ。ダイソーさんは、品質の管理をしていないのかな。ゴミを324円で買ってしまった。モバイルバッテリーは問題ないです。電源が入りました。超めんどくせー。レシートがなくても、返金してもらえる?壊れてるので、返品したいんですけど。レジにお並びください。レシートがなくてもいいの?不要品なら、レシートがなくても大丈夫です。お待たせしました。どのような感じですか? USB が壊れてる。ピコ。返金、お願いします。お手数おかけしました。すぐに、お金を返してくれた。また買った。自作自演の疑いを持たれないように。今後は、ノーカットで撮影します。未開封です。また、ひん曲がってる。とりあえず、回りました。そよ風。
本題に入れます。本題、ダイソーの扇風機の実力。ニジマスの天日干しを作ります。開きにしました。下味は、水、250。塩、大さじ 0.5 です。30分漬け込みます。気休め程度の風力ですが、干物や燻製作りには使えると思います。30分後。天日干しにします。ダメか。家庭用の扇風機なら、灰除けできるので、300円の扇風機でもいけるかも、と思っていたのに。干すこと、1時間半。できたと思う。いただきます。あっさりしすぎて、旨味が少ないです。アジやサバの干物に、完全に負けちゃっています。ニジマスの干物もダイソーの扇風機も、現時点では、おすすめできません。ニジマスの干物は、醤油をかけたり、下味に醤油を使用すれば、扇風機は、屋外の無風時や室内で使用なら、おすすめできるかも。今後、試してみます。やっと、落ち着きました。ぶっこみ釣りをしてみます。餌は、ドバミミズです。鈴が鳴りました。寝かかり。がっちり寝かかってるよ。回収します。
今日は、暑いので、濡れてもいいや。婚姻色のうぐいが釣れてた。ところで、なんで、こんなに小さいの？もう、お家に帰ります。最後までのご視聴ありがとうございました。